ゾウです。そしてチビゾウです。今回はだな。お店に行って見つけたら絶対笑うであろうマネキンを見ていく。笑いのポイントが小学2年生じゃねえか。見えるか見えないかの絶妙なライン。このズボンを下ろしたやつはただものじゃないぞ。バカの犯行にバカの動画投稿者。このマネキンで大爆笑してるやつは、これ見ても笑ってんだろ。どこ風景も見直さないよ。これぞ史上最低最悪の出だしですまん。てな感じで、はっちゃけすぎてるマネキンを見ていくぞ。下ネタはこれで最後だから安心してくれ。よーし、前置きはこの程度に。それでは本編行こう。まず最初は紳士水着コーナーから。こいつだ。こいつだー。ゴリ押しがひどいわ。それにしても紳士という単語に似つかわしくないマネキンだなこいつ。それじゃあここからは顔面がとんでもないシリーズ。マネキンって購買意欲そそるためにあるんだよね。何このささやかな抵抗。もちろん他にも上半身行方不明マネキンもいるし、この店バラバラのみ売ってんの。さらに進化して顔面ゆっくちゃんもいるし。いやさすがにこれはおかしいだろ。顔面白鳥お姉さんとか。は？どこぞの会長よろしく顔面手のひらセクシーお姉さんもいるぞ。アバンナントすぎてついていけねえよ。それじゃあお次は洋服の青山より。ようやく真っ当な企業のマネキンが見れる。来て一番はっちゃけてんじゃねえかー。ここまで来るともはや芸術だよね。まあ100歩譲って君たちはいいとしよう。でもお前はさすがにおかしすぎんだろ。というわけでここからはファンキーすぎるシリーズ。まずはファンキーな立ち方だと絶対に外せないジョジョ立ちマネキン。再現度結構高いのなんか腹立つな。からの洋服の青山。まあたやばいの来ちゃったよ。このマネキンの前だと恥ずかしくて試着なんかできねえよ。他にも靴屋なのに靴に全く目がいかないこいつとか。靴屋とは思えない躍動感。からのまたしても洋服の青。お前らは一体どこを目指してんだよ。そしてスニーカーを履いただけでものすごい嬉しそうな彼らを挟んでからの。どうせ洋服の青山だろ。で今回の青山は普通じゃん。いや、リモートワークをしてる彼をよく見てごらん。下半身パンツオンリーだぞ。もう一度よ。お前らどこを目指してんだよ。洋服の青山が提案する、冒険しない紳士ごと服。の答えがこれですか？そして神妙なポーズのマネキンもいれば。何これ？盆踊りの途中？シンクロナイズドスイミングに興じるマネキンもいるし。天下のユニクロまで何やってんだよ。さらには踊ってない夜を知らなさそうなマネキンたちもいるぞ。それ完全にこいつ単体の感想じゃん。さてさて、はっちゃけた奴らのお次は、巨大なマネキン。いやお前下半身どうなってんだよ。ざっくり計算だと、上半身の2倍もの下半身を持ち、およそ9頭身のナイスバディだぞ。足長もここまで来るとホラーだよ。まあ、それより巨大なマネキンもいるんだけどね。ツッコミどころが多いわ。なぜこんなに巨大？さらになんで服を着てないの？そして一番はなんでそんなに顎が長いんだよ。と思いきやもっとでかいのもいるん。ツッコミきれないのでお帰りください。ってよく見たらカルホラーだし。なんでこいつこんなに怖いんだろうって考えた結果、多分原因はこれでした。クッパめっちゃ納得したわ。それじゃあラストは中国のマネキンシリーズだ。で多くね。服屋に行ったらマネキンが置かれていた。ただそれだけのことだろ。そう言われるとそうだけど。だが中国の真骨頂はここから。スーパーにお菓子を買いに行くと。いやなんでスーパーのお菓子売り場にマネキンいるんだよ。マネキンがお菓子を大量にまとっていたりするし。何その斬新すぎる発想。はたまたドラッグストアに行くと。ドラッグストアにもいるのかよ。トイレットペーパーパーリーピーポーがいるし。確かにこれはパリピだわ。ホームセンターに食器を買いに行けば。すでに頭部やっちゃってるんですけど。食器しかなかった世界線の原始人がいるし。果たしてこれを見て買おうと思うのだろうか。家具屋にござを買いに行けば。この家にあるものでドラゴンボールごっこしてる感よ。リアルでいたら割と同意の戦隊ござおじさんがいるし。だいぶ正論で草。ござだけに草。うるせえ。さらにさらにスポーツ用品店に行くと。ようやくまともなやつ来るか。ヨガ学芸がいるし。これはちょっと面白いわ。そして極めつけに再びドラッグストアに行くと。ドラッグストアで買える装備品全装着マンがいる。守ることなく戦隊さー。ちなみに日本だと、カトちゃん仕様のマネキンがいたりするよ。これ普通に可愛くね。というわけで以上、はっちゃけすぎてるマネキンでした。急に新しいマネキンぶっこんでくるね。最後に究極のマネキンを見せてやろう。究極のマネキン。完全閉店セールの時に現れたー。
身分に剥がされちゃったマネキンだ。衣装回収したのならそのままマネキンも回収しろよ。動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価も喜んだぜ。